カ野郎、カメだよカメ、アード上げろ。このバカタレが、もう立て立て。その後わかんない。おお、少しは根性あるように。高村君が連れてきただけはありますか。ボディを叩かれて思わず。あんたエイトじゃな。とにかくこのラウンドが終わるまでずっとガードを固めて耐えるんだ。何があっても下げんなよ、分かったな。そうだ、そのままガードを下げるな。素人、何熱くなったんですか。高村さんの言いつけ通りってとこか。アホ、ガード下げんなって言っただろうが。バカ野郎、ボクサーになれなくてもいいのかよ。葉っぱ10枚取った頑張りはどこ行ったんだ。おお、よし、よく立った。このまんまいいとこなしで終わっちゃ夢も減ったくれもねえんだ。バカ、さりつかまりやがって。控え、足を。足、なんだそりゃ。もっとスマートにできねえのか。ああ、今度は粘りますね。ガード下げませんよ。宮田は舐めてかかって利き腕の右を使ってこねえ。かし、あれだけ連打して倒せねえのか。宮田って意外とパンチ力ねえんだな。なんだかんだ言って1ラウンド持たせやがって。よく持ちこたえたぜ、この野郎。すごいな、同じ年なのにこんなことできるなんて。それよりてめえ、なんでそんなに打たれ強いんだよ。まさか毎日いじめられてたからいくら打たれても平気だなんて言うんじゃねえだろうな。でも練習用のグローブって言うけど痛いですね。まだ頭がクラクラしてますよ。いじめられてた時は体の痛みよりも自分が情けなくて、なんだか今はいくら殴られても頑張ろうって立ち上がれるんですよね。2ラウンド目からこっちも攻めるぞ。え、自分から手なんか出したことないからどうやったらいいか。ドタバタ動いても宮田は捕まらねえ。この葉を掴んだあの距離だ。宮田、何やってんの。2ラウンドになっちまってんじゃねえか。あんまり素人に舐められんなよ。だが高村さんがセコンドなんだ。何を吹き込んでんだか。気を締めて、拳は目の高さに。なんてジャブだ。早く、素人じゃないのか。やるじゃん、不器用くん。今だ、右。はい。なんじゃ、ジャブの方が辛っ。忘れたのか。初めてここでサンドバッグ叩いた時のこと思い出せ。大切なのは踏み込みと腰の回転だったっけ。当たってあげるわけにはいかないよ。宮田のテクニックはノーライセンスの息じゃねえからな。息が乱れてきたから。だがここは我慢比べだ。死ぬほど重いけど、やめるわけにはいかないんだ。いけカード。左も右も結構いけんじゃねえか。今まで俺が教えたこと全部言ってみろ。それと右ストレート。よし、次のラウンドは全部使うぞ。なんだかんだ言って3ラウンドまで来るとはな。ど素人くんの右が当たるか、宮田のテクニックが勝るか。生いことはありえねえ。一見押してるように見えるが、素人野郎の右が当たれば面白いんだけどな。分かってないな。力でねじ伏せるのがボクシングだと思ったら大間違いだぞ。人間のウィークポイントを確実に打ち抜ける技術さ。左、右、左、右。今度はワンツーまで。野郎やけにおとなしいじゃねえか。何か狙ってやがるのか。顎をえぐられ骸骨に浮いている脳が左右。意識はしっかりしていても体が言うことを聞かない。なんでド素人が立てるんだよ。なんで立てるんだ。一歩一歩立て。あと一回ダウンしたら終わりだぞ。残り少しだ、頑張れ一歩。あの状態でパンチが死んでおる。奴を支えてるのはボクサーになりたいって一年だけだ。痙攣する足を強引に抑え込んでこらえおった。屈辱だよこれ。今まで覚えてきたボクシングは全て否定されてる気分だ。倒れろ、倒れろよ。失ってやがる。今時流行らんわ、
根性ボクサーなんぞ。昔のボクサーは倒されても倒されても立ち上がってきた。てめえ最後まで見たんだろうな。あいつには見込みがないだと。まったく貴様もとんでもないものを拾ってきたの。たかがスパーリングであれだけの負けっぷりをするやつはなかなかおらんわ。しかし宮田も随分手こずったもんだな。それでもブロックした腕がこの通りだ。ボクシングってやつがとてつもなく面白く思えてきたよ。頑張れよ。明日から通ってくんだな。青木だ。パンチはいいと思うが課題はディフェンスだな。会長がよ、合格だってよ。明日から通えってさ。改めて紹介するぞ。新入門の幕の内一歩。はじめまして、幕の内一歩です。入門することになりました。いよいよ今日からジムが良いか。いつもドジばかりしてるし、トレーニングもきついんだろうな。ジャブはもう使えるんだし、ストレートだって。ごめんなさい、本当に申し訳ございません。あいつは驚いた。まさかこの世に知らねえやつが。試合前に必ず勘調してたチャンピオンだっているんだぞ。青木さんと木村さんですか。疑ったりしてすいませんでした。私はこのジムのマネージャーをやっている八木といいます。早速だけどトレーニングについては俺たちに任せて。青木さんと木村さんに教えてもらえるんですか。初心者がグローブつけようと甘いぜ。高村君、二人を止めてよ。一歩君の指導をするって聞かないんだ。てめえら何勝手なことしてんだよ。八木ちゃん困ってんじゃねえか。一歩にボクシングを教えるのはこの高村の役目ですから。誰が汚いゴリラだよ。てめえら大体な、一歩は俺様が見つけてきたんだぞ。てめえらが欲しいんだろうが。俺にジムにいるやつはみんな俺様の可愛い後輩にする指導。あんたまだ半分の仕事が成長する。成長するのは高村は労働への立場に立ったのだ。俺もさっさと気合いてくるから。はい。しかしおっかない人だな、あの会長さん。小僧、グローブつけてリングで俺ミッド打ち足がつけろと言ったんで。グジグジする。どうした、遠慮せんで打ってこんか。わしの構えとるところに打てばいいんじゃ。早くせんか。よし、今のがワンツーじゃ。右、あれ、ほら。違うな、あれはジジイがうまいんだ。綿抜きミットだよ、綿抜き。おめえらも覚えあんだろ。自信がついてリズムが良くなる。なるほどね。いいところにあるな。当たれば必ず倒れる場所か。1ラウンド持ったか。初心者にしちゃ上出来だな。今のは試合での1ラウンド分の時間じゃ。まあ初めはこの辺が限界だろ。おいおい、あの野郎、初めからスタミナあんのかよ。また悪だくみですか。懲りません。いいぞ小僧、このパンチが一発でも当たってみろ。当たる前に全部避けられちゃうんですから話になんないっすよ。わしが教えれば3ヶ月で互角になる。みんなが聞いてるじゃないですか。冗談でもそんなこと。この間のスパーリングで貴様のパンチが当たらなかった。正面からの直線的な攻撃しかなかったからじゃ。さえ覚えれば宮田ほどのテクニシャンでも防ぎよう。あとは一発の破壊力の勝負。貴様に器用さなど望んでおらん。小さくまとまったボクサーなど何の魅力もないわ。宮田に追いつき追い越そうとは思わんか。ああ宮田君、ごめんなさい。どうも調子の狂うやつじゃな。でやるんじゃ、燃えろ。アッパーカットに。高村さんたちも親切だし、ちょっと変だけど。ああ、早く寝なきゃ、明日アッパーの練習だ。宮田君、うわかっ。縄跳びぐらいちゃんとできるなっつり。はい。上体をもっと前方に傾け、両膝は縮める。必ず拳の関節面が上向きになって、あとは縮めた足を思いっきり上に向かって起こし、その勢いで体を突き上げるんじゃ。やってみろ。思いっきり起こしながら、その勢いで体ごと。確かに綺麗なフォームでしたけど、なんでそんなに喜んでんですか。めえら何年ボクシングやってんだ。あれ見てわかんねえのかよ。鉄もない破壊力を証明しているのさ。一歩のやつは桁が違う。楽しませてくれるやつだな、貴様。宮田との再戦が待ち遠しいわ。ギャー、この野郎は意外とデビューするとトントン拍子に勝っちまって。そうじゃ、わしのおらん間はシャドーボクシングをしておれ。バカ野郎、そんな変則ボクシング初心者に教えてどうすんだよ。その割には随分負けてんじゃねえか。その実戦ってやつ、シャドーってな。いいえ、おう、おうし、戦
ただ素振りしてるってだけじゃないみたいだ。いきなりものすごく強い相手を想像しちゃった。こんなんじゃダメだ。きちんと宮田君の全身をイメージしなきゃ。早い。改めて見るととんでもないスピードだ。どうやって倒したんだ。全然見えなかった。欲張って全体を見ようとするからダメなんだ。ああやって方向転換しているのか。ああこうやって前進して足をクロスさせて横へ飛ぶ。たくそすぎて見てらんねえよ。大きな器だ。宮田君のパンチが